皆さんこんにちは今回は高級モーションキャプチャーグローブ6種類が一堂に集まる機会がありせっかくなのでガチで比較してみようという動画です今回対象となるグローブはノイトムニューロンスタジオグローブマヌスプライム3クアンタムメタグローブダイバー X コンタクトグローブストレッチセンスプロスタジオグローブロココスマートグローブですまず最初に このうちの4つのグローブでダンステストを行った動画をご覧ください。この動画を見ても品質に違いがかなりあるのがわかるのですが、それぞれのグローブについて解説していこうと思います。 ノイトム、ニューロンスタジオグローブは、完成センサーを利用したモーションキャプチャーグローブです。それぞれの指先のジャイロ、加速度センサーにより、加速度と角速度を検出して指の動きを計算します。その名の通り、ノイトム社製モーションキャプチャーシステムのニューロンスタジオのオプションであり、ニューロンスタジオを持ってないと使えないという問題があります。使用感としては、接続はスムーズで、 ソフトウェアも十分な機能があり、キャリブレーションも簡単です。実際動かしてみると、とても滑らかに指が動き、細かな動きもよく捉えており、 動きとしては好印象です電池は炭酸電池を使っており1日中使うとなると1回くらい交換が必要になるかもしれないという感じです完成式特有の問題点として早い動きや長時間使用するとドリフトという現象が起き正確にキャプチャできなくなってしまう点がありますこのニューロンスタジオグローブでは軸制限を厳しくすることでドリフトが発生しても不自然にならないようになっています 具体的には指の開きには対応しておらずマイナス方向に曲げることもできません不自然にはならないとはいえドリフトが発生すると実際の指の動きと異なる結果となるため激しい動きが多いダンスなどには向いていません使っているとドリフトにより指が曲がらなくなってしまうということが多々あります実際にダンスで使用した動画を見るとドリフトが発生し 正確にキャャプチャできていないな部分ががあるのがわかります。もう一つこのグローブの欠点として選択することができないので衛生面を考慮してビニール手袋を使うなどの工夫が必要ですニューロンスタジオグローブを新規でおすすめするということはないのですが完成式グローブの代表として紹介させていただきました続いてはマヌスプライム3グローブです このグローブは曲げセンサーと管性センサーを併用しており、プラス方向の曲げを曲げセンサー、それ以外の動きを管性センサーで検知します。曲げセンサーはドリフトが発生しませんが、一つの方向しか検知できないため、管性センサーを加えることで様々な動きに対応しています。そのため、このグローブは指の開きやマイナス方向の曲げも対応しています。管性センサーを使っている以上、 ドリフトは発生しますが、プライム3では機械学習を利用したソフトウェアアルゴリズムにより、ドリフトを抑えています。使用感としては、接続はスムーズで、キャリブレーションは2ステップで簡単、動作もスムーズです。 指の開きについては正確性はそれなりといった印象です装着感は曲げセンサーが入っているため普通のグローブより少し硬い印象ですが動かすのに全く不快ではないです電池持ちは非常によく1日使っても交換する必要はありませんこのグローブだけではないですがマヌスとストレッチセンスのグローブの大きな利点としてオプティトラックと X センスのモーションキャプチャーシステムと統合されている点があります オプティトラックのモーティブ、XSense の MVN アニメイト、それぞれのソフトウェアでそのまま認識するため、これらを使っている人にとっては非常に利便性が良いです。ソフトウェアはユニティや UE、モーションビルダーのプラグインがあるほか、単体でモーションを記録する機能もあります。欠点としてはドリフトは全くないというわけではないというところです。激しい動きが続くとドリフトが起き、場合によっては気になります。 この後紹介するグローブはドリフトが発生しないものなので比較すると見劣りする部分ですただ通常の4分程度のダンスモーションで使ったこともありますが気にならないレベルでしたもう一つ欠点はこのグローブも選択できませんのでビニール手袋などを使うのが良いと思います前モデルのプライム2は選択できたのですがセンサー部の構造が変わったため分離できなくなりました,ただ プライム2であったさまざまな問題点が解消されており普通に使えるグローブとなっていますあとはマヌスとストレッチセンスのグローブに共通することですが値段が高いです少なくとも一般の人が趣味で買うには敷居が高いですがオプティトラックや X センス MVN を使っている人にとってはそれほど高くないかもしれません続いてはマヌスクアンタムメタグローブですこのグローブは 手の甲にあるユニットから電磁場を発生させ指先のセンサーにより時期を検知することでミリ単位でのトラッキングを行う EMF トラッキングシステムを搭載していますこのシステムは指先の絶対位置のトラッキングを行うためドリフトが発生せず精度も非常に高いという特徴があります使用感としては接続はスムーズですが装着する際それぞれの指先にセンサーを取り付けなければならないため 他のグローブよりり手間がかかりますキャリブレーションは3つのステップがありますが他のグローブに比べ時間がかかりうまくいかないこともあり少し難しいです。 指を曲げたりする動きは遮るものがないためしやすいですが指先のセンサーがかさばるため指を重ねるような動きは難しいです。手の甲のユニットが大きいため手を重ねるといった動きがある場合機を使う必要があります。精度面では非常に優れており細かい動きもよくキャプチャできており実際のダンス動画を見ても最も指の再現性が高いです。 欠点点としてはバッテリーの持ちがが悪い点があります電磁場を発生させている都合上仕方ないのかもしれませんが3時間程度しか持たないので予備バッテリーは必須です最大の欠点として値段が非常に高いという点ですお値段は100万円クラスでありアマチュアユーザーが導入するのは難しい金額ですオプティトラックや X センスを使っている企業なら導入を検討してもいいでしょうなお センサー類とグローブ部分が分離できるため選択が可能ですハイエンドグローブの象徴とも言えるようなモデルで性能は非常に優れていますがさすがに高すぎるので万人におすすめできるようなものではないですエンスージアスト向けです続いてはストレッチセンスプロスタジオグローブですこのグローブは伸縮センサーを使って布の伸び縮みを検知し指の動きに変換します ドリフトは発生しませんが、指のマイナス方向の曲げには対応しません。指の開きには対応していますが、結構曖昧な感じです。精度としては指を目一杯曲げたり、開いたりする動きでは問題ありませんが、細かい動きや中途半端に曲げるといった動きには反応が悪く、それなりの精度という印象です。実際のダンス動画を見ても、細かい動きはほとんどキャプチャできていないことがわかります。 使用感としては接続はスムーズでキャリブレーションはステップ数が多いですがそれほど時間はかかりません。 装着感は非常に良く指はとても動かしやすくグローブ自体も軽いため使った人全員から最も高い評価を得ましたグローブの伸縮センサーは取り外せないのですがバッテリーおよび通信ユニットを取り外すとなんと洗濯ネットに入れて洗濯機で洗うことができます他のの洗えるグローブはセンサーを完全に取り外す必要があり結構手間なのですがその点ではこのグローブは非常に楽です バッテリー交換はできませんが、電池持ちは非常によく、充電しなくても1日以上は使うことができます。ソフトウェアは単体でタイムコード込みでモーションの記録が可能なほか、ユニティや UE、モーションビルダーのプラグインもあり困まることはないです。また、VMC プロトコルに対応しており、バーチャルモーションキャプチャーで使うこともできます。先ほども言った通り、オプティトラックや XSenseMVN でそのまま使えるため、 これらの猛キャップユーザーザにには非常に使いい勝手が良いです値段は比較的高く一般向けでではないです値段的にはプライム3と競合する位置にあり性能もよく似ていますがこちらの方が高いですちなみにソフトウェアを簡略化したプロでないスタジオグローブがあり VMC または UE でのストリーミングのみ可能ですがそちらは12万6000円で買えるので一般にも手が届く範囲です 続いてはロロココ、スマーートグローブですこのグローブは管性センサーに EMF を加えたトラッキングを行っており管性式の弱点であるドリフトを克服しています精度は値段を考えるとかなり良いですがマヌスのように指先にセンサーがあるわけではないので指先の細かい動きはキャプチャできないです使用感ですがこのグローブは他社のグローブと違って専用のドングルがなく w i f i を使って通信をします そのため、使う前に有線でパソコンに繋いで通信の設定をする必要がありますが、その設定が分かりにくいです。接続自体も環境によってかなり左右され、なかなか繋がらなかったり、繋がってもフレームレートが出ないなどの現象がたびたび起こりました。また、このグローブはバッテリーが内蔵されておらず、モバイルバッテリーなどで外部から電源を供給する必要があります。 ロココの網脚スーツと併用することが前提のグローブなので、このような仕様ですが、単体で使うには結構不便です。ちなみに消費電力を測定したところ、5、v。ボルト0.4アンペア 2w で比較的小さいモバイルバッテリーでも動作します。装着感としては指はとても動かしやすいですが、手の甲のユニットの発熱がかなりあるため、使用者はかなり不快な思いをするでしょう。 このグローブも選択することができないので、衛生面での対策が必要です。キャリブレーションは一つのステップのみで、迷うことなくすぐに終わります。価格は日本だと送料も含めて24万2千円で、安くはないが買えなくもない範囲であると思います。しかしながら、ソフトウェアは基本サブスクリプションで、月4千円ほどかかります。 無料プランもありますがユニティなどへのストリーミングが使えずキャプチャも 30fps の fbx データしか対応してないため使えないと思った方が良いですそのため総合的には意外とお金がかかりますドリフトもなく精度は優れていますがそれ以外がいろいろと問題があり癖の強いグローブと言えます最後にダイバー X コンタクトグローブですこのグローブは曲げセンサーのみを使用しており 紹介すする中ででは最も安いグローブです指の動きはプラス方向の曲げのみで指の開きには対応していませんドリフトは発生しませんが指の再現性はそこそこ細かい動きには向いてないです使用感ですが接続はスムーズでキャリブレーションも簡単です バッテリー持ちもよく一日充電は必要ないでしょう装着感はイマイチで分厚いスキーグローブのような感じで指はかなり動かしにくいです人によっては曲げた時曲げセンサーが関節に当たっていたいかもしれません私が持っているものは初期モデルで現在のレビジョン2では装着感は多少改善されているらしいですソフトウェアですがこれまで紹介してきたグローブのように単体でモーションを記録することはできません ユニティやモーションビルダーのプラグインもあるのですが実用的なものではないためモーキャップにおいては VMC プロトコルによりストリーミングする使い方になります実際にモーションを収録するにはダイビングステーションバーチャルモーションキャプチャー EVMC4U ユニティ上でモーション記録スクリプトを動かすといったフローを自分で組む必要がありますなぜこんなに面倒な手順がいるかというと そもそもこのグローブのメインは VR チャットやゲームで使うことを想定しているため、盲キャップ向きではないという事情があります。このグローブの最大の利点は値段で、66,000円と、この手のグローブデバイスとしては破格の安さです。盲キャップ用としては使い勝手が悪い部分もありますが、ジョイスティックやボタンがあり、Steam VR でコントローラーとして使えるなど、一般向けに訴求しているのが面白い製品です。 グローブの解説は以上となります。同じグローブデバイスでもそれぞれに特徴があり、一長一短であることがわかります。一番安いものでも6万円台で、決して安いとは言えず、敷居は高いですが、グローブデバイスを検討することがあれば参考になれば幸いです。長時間、ご視聴ありがとうございました。